ビアドゥクト、デル・マジェコは、チリ共和国ラー・アラウカニア州、マジェコ県、コジプジにある、チリ国鉄の鉄道橋である。東京領は、中央チリに位置しており、コジプジの南にあるマジェコ川渓谷を越えるために、かかっている。パンアメリカンハイウェイが、高架橋のすぐ隣を通っている。1890年10月26日に、ホセマヌエル・バルマセーダ大統領によって、 東京寮の開通式が行われた。東京寮はアウレリオ・ラスタリアによって設計されており、そして、橋梁の建設は別のフランス企業であるシュナイダー社に与えられた。一般の俗説では、ギュスターブ・エッフェルによって東京寮が設計されたとしている。エッフェルは、橋梁の提案をしたが、それは、地理当局によって拒否されている。1990年に、 東京寮が国定記念物として宣言されている。ありがとうございます。